谢谢。私はチャイニーズです。世界のどこに行っても、どこで生活しても私はチャイニーズです、だから今年の中国の出来事すべてに私は心を痛めてます。中国の未来がどこにあるのかとても心配しています。私は自由でいたい、そしてすべての人たちも自由であるべきだと思っています。それが脅かされているのがとても悲しいです。でもこの悲しくて辛い気持ち、いつか晴れる、誰もきっと分かり合える、その日が来ることを信じて私は歌って行きます。それでは最後、新曲「悲しい自由」を聴いてください。近い